ここから、じゃ2の5の3からいきますよ。この高さを合わせるのに、B の BT で、放射線。構築線、はい、これです。はい、はい、右クリック、水平。はい、で、ナンバー22の DL の反転。クリック。あと、ナンバー22プラス4.95の DL の端点にクリックです。で、次、今度は、これをですね、上に、この計画高のところでオフセットします。で、63メーター932から58メーター引くので、5メーター932です。そうすると、ミリに変換すると、5932オフセットします。はい、オフセットコマ、はい、5932。これを DL の線をオフセットです。この2つを、ちょっとゼロにしてください。ゼロ画素に。で、D の BGD を消してください。非常にしてください。この2つ、DL のこの2本はゼロ画素にしてください。D の BGD っていう既存の、季節の図を、これを非表示にします。で、非表示にしないとオフセットしたとき見づらいので、こういうのとこういう。で、これを、はい、5932オフセットします。おせっはい、オフセット。と、5900、はい、クリック。ああ、932。次、今度はその上、ナンバー22プラス4.95。これは、63メーター916から58メーター引くので、5メーター916。で、ミリに変換すると、5916をオフセットします。はい、オフセット5916。オフセットです。はい。で、ここまで終わったら教えてください。終わりました。はい。で、次、今度は、ナンバー21で作った、はい、このビーチで、これを見てね。この時、この4次境界の線を、文字と線は持っていかないように気をつけてください。で、バード選択します。はい。現在画素を0画素にして、複写。こういうふうに窓選択で、はい、4次境界を選ばないようにします。はい、確定、変態。起点はこの真ん中です。こう、真ん中の一番上。そして、それを、はい、2番目。次、3番目。ですね、今度は、ここでもういらないのが、この線いらないですね。いらない。で、この DL もいらないです。で、この高さもこれもいらない。いらない。真ん中はもうすでに、ね、中心線あるので、まあ、全部いらない。で、まず一番下のナンバー21からやっていきます。今度は2の5の4、歩道幅を修正する。縁石部分のはみ出た線をトリムコマンドで修正します。で、まず左側から言います。左側ね。で、これ、ここが4地境界なので出ちゃったんですね。これをこの右側の方に。内側に入れます。で、この円石の上のてっぺんの部分の、幅が150なんです。なので、これの150右側にオフセット
しといて、ああ。しといて印をつけて、そこにこれを移動コマンドで持っていきます。このブロックをね、ここの上の、右上の角を作って、ここは表にクリック。ね、そしたら、今度はこの線、長く出てるでしょ。これをええ。ええ。タップしてやるんです。で、トリはい。ムコマンドをやるときに、これ、一個一個切ると、だんだん見あづらくなるので、あ、トリムはね、キートレッジ使いますよ。トリムコマンドのそのキートレッジ。ええ、で、この線をキートレッジです。はい、で、バサッとこう切ると、こういうふうに。はい、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 は
で、繰り返して、ここだけ、で、これで終わり。はい。150をオフセットした線をデリートして消します。これで終わります。で、反対側もいきますよ。反対側もね。ここが境界なので、この150ちょうどこれ、はみ出てるので、はい。これを150オフセットです。はい。内側にオフセット。はい。で、これを移動コマンドで、はい、移動します。ここに。で、次、トリムコマンドで、切り取りエッジを使って、はい、この150オフセットした線を切り取りエッジにして、そして、はい、この線と、あとはこの線と、この線。はい、エンター。で、あとこの短い、この部分だけ取ります。はい。で、これで、オフセットした線をデリート。はい。これでできたんです。